シャンガーン人とは主にモザンビークのマプト州及びガザ州に居住する大規模な民族集団であり、南アフリカ共和国のリンポポ州にも大規模なシャンガーン人の集団が存在する。南アフリカではシャンガーン人はソンガ人と呼ばれる。シャンガーン人はソンガ語とポルトガル語、アフリカンス語、英語などのヨーロッパ語を話す。シャンガーン人の多くはキリスト教徒であり、 カトリック教会とプロテスタントに分かれ、モザンビークと南アフリカ双方で一般的であるが一部はガザ州に存在する。シャンガーン人はかつてソシャンガネの建国したガザ帝国教のジンバブエのモスリゼニトを置いたによって支配され、この名前は今日までゾンガ人を表す際に雇用されてきた。なぜなら、ゾンガ人はソシャンガネの支配した中では小集団に 過ぎなかったからである。ガザ帝国は、現在のジンバブエ南東部から形成され、今日のモザンビークのソハラ州、マニカ州、イニャンバネ州、ガザ州、マプト州の一部と南アフリカの一部を覆っていた。ソシャンガネは、首都をモスリゼからガザ州に移した。彼の死後、息子のムジラが権力を握り、ムジラの後には1895年にポルトガルによって、 マンダラ火事に投獄されたイグングに姉ーが現れた。ありがとうございます。